フィリピンの日清ユニバーサルロミナ、日清焼きそばセボリービーフ、揚げ麺に粉末ソース、火薬、調味油がついています。麺は幅広の扁平で、他のフィリピンの汁なし麺とは違います。エッジが明確です。ただし舌触りに粉っぽさがあります。この点にちょっと違和感を感じます。量は少ないです。ソースは牛肉味ですが、刺激や特徴的な香りはなく、オーソドックスな印象です。具として少量ですが、キャベツや人参、大豆タンパクが入っています。一般的に大豆タンパクは邪魔に感じることが多いですが、この製品の場合は舌触りがひき肉みたいで、味も違和感がなく、うまく融和しています。製品名を焼きそばと称するだけあって、日本人にも受け入れやすそうな味になっています。